ですね、日本語から画像を生成するリンナの、ジャパニーズ、ステーブルディフュージョンですね。これを実際使ってみて、ちょっとお手並み拝見してみましたということなんですけど、ただ、ちょっとあんまり、なんていうかもごもごっとなっちゃいますけど、実は期待したほどすごくなかったという結果が出ちゃいまして、学習段階で英語のキャプション付き画像のキャプション部分を日本語に訳して、日本語のキャプション付き画像がたくさんあるって状態にして、それを再学習してるので、英語を介さずに日本語からいきなり画像が出てくると。だから例えば神社とかサラリーマンとか、割と日本独特の光景ってあるんで、そういうところで強みを発揮するんじゃないかなというふうに期待してたと。で、使ってみたらちょっと今の段階じゃそれほど期待したほどじゃなかったなという結果が出ましたということで、そんなにものすごく話題になってるってほどではないですね。はいはいはい。ただやっぱりローカルで使えるので、ちなみにこれは何で使う？これも出たんですか？これはリンナのこれそのものが出してきたやつ。ああ、そうか、日本風だから。そうです。勉強する高校生っていう日本語のキャプションから直接出てきた。これはあれなんですよね、多分ダリじゃ出せないですよね、多分こんな絵はね。うん、そうでしょうね。日本カルチャーだからっていう感じ。そう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 、日本に寄せた絵が出てくるぞっていう。はい、それで、このジャパニーズ・ステーブル・ディフュージョンとは何かというと、渋谷にある会社、リンナ株式会社という会社が、日本語版の学習済みモデルを、無料で公開しました。これが9月9日のことでしたと。で、そうすると日本語から直接画像を生成できるようになりました。で、これ、ローカルなマシン上で実行するようなモデルになってます。だから、モデルを無料で公開したので、ご自由に使ってくださいということです。これをテストしてみましたという話です。で、システム構成としては結構やっぱりでかいものが必要で、特に必要なのはNVIDIA の、GPU が載ってて、さらにその GPU の上のメモリーも、8ギガ以上ないとダメなんで、これ足りないですね。池袋の漫画喫茶ちょっと足りなくて実際動かなかった。それからこれも8ギガをちょっと超えた程度じゃやっぱりダメでした。で、秋葉原の漫画喫茶行ったらこれ16ギガ載ってて、これはスペック非常に高かったんですけど、ちょっとこれ走らせるの大変でした。バグが出ちゃって、それをバグを取ったら走ったっていう、なかなか大変な思いをしました。で、池袋は同じスペックですけどね、こっちはバグに触らずにすんなり走りました。いろいろなんですね、漫画喫茶でも。そうなんですよ。違うって言ってましたよね。すごいスペックがあるんですね、漫画喫茶。そうですね、ゲーム機っていう。ゲームやるからか。そうですね。そうですね。はい。なかなかすごいのを取り揃えてくれていいですね。それで、あと会社の環境だと、Git がプロキシを超えられなくて、これがうまくインストールできなかったとあるので、ちょっとなかなか大変です。で、こういう要件。で、あと、よく漫画喫茶であるのは再起動しちゃうと、パソコン再起動するとまっさらに消えちゃうので、途中まで作業したのが何もなくなっちゃうんだけど、これは一応ギリギリ逃れてるので大丈夫ですというのと、リンナはちょっと、変なところでバグが出てて、これは頑張って取りました。取り方分かったんで後で言います。それから、実行してる間、計算してる間の画像生成結構時間かかるんで、2、3分かかるんで、暇だからついつい YouTube 動画とか見ちゃうんですけど、これ動画の再生って結構重い計算で、これをやるとハングアップして、もう何にも聞かなくなって、マウスのカーソルも動かなくなって、コントロールアルトデリートで止めようとしても何にも反応しないので、最後もう電源ボタンを長押しして止めるしかないと。やると、エディット中のファイルとかそういうのは全部途中でセーブしてないやつは消えちゃいますということで、ひどい目に遭うので気をつけましょうということですね。普通そんなことしないですよ、きっと。あれ？いや、暇だとついつい言っちゃうじゃないですか。別マシンですよ。ああ、そうですよね。スマホで動画見るとかにしない。そう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 、重い計算をしてるということをよく意識して変なことしないようにしましょうという。特にインストールはね、微妙ですからね。そうですね。あと、インストール方法はちょっと別動画で撮りたいと思いますけど、ポイントとしては、普通のステーブルディフュージョンのローカル版をインストールするのとほぼ同じで、7、8、9に対応しているところを10、11、12に差し替えるだけで済んじゃうので、同じようなステップでできますということですね。それで、具体的にはここでは言いません。結構大変です。手間かかります。なので、ここはまとめた後でお伝えしたいと思います。で、こんなのが出てきて、あとですね、GPU のメモリ不足はちょっとなんとかなるっていうのは、この矢印書いてある当値のフロート16とかやると、精度は落ちるんで、計算の精度は落ちるんだけど、少しメモリが助かるので、ギリギリアウトになったときは、これ入れとくと、まあ、助かるときもある。というのと、あと、ちょっとさっき言いかけたんですけど、実はバグが出ます。これはリンナの方で出ます。普通の、ステーブルディフュージョンだと触らないんですけど、リンナを動かそうとしたときに、ファイルがあるはずなのにないと、ファイル not found っていうエラーが出ちゃうことがあって、これは多分どっかのバグです。リンナのバグではなく、バグを出してるのが、Google の作った T5、テクストトゥテクストトランスフォーマーという、トークナイザーがある。文をバラバラにちょん切って、単語をさらにサブ単語にちょん切ってみたいなことやって、似てたらもう似てる方に引き寄せるみたいなトークナイザーというのがあって、そこが、一番バグの元凶というかバグを出している最後のコマンドを発したところなんですが、これソースがコンパイルしてあって読めないんですよね。だけど、これが起きる原因というのは、ユーザー名が日本語を含んではいけない。いうのがあって、これが何とも言えないんですけど、ある漫画喫茶の秋葉原店は、ユーザー名がその店舗の名前になってるんですね。で、日本語を含んじゃってて、それで、あるはずの、このユーザー名の下にドットキャッシュというキャッシュファイルを作って、それを読み出そうとするんですけど、そのファイルは存在してるのに見つからなかったと、なかったって言われちゃうんですね。で、同じ系列店の池袋東口店と西口店は、ユーザー名が英語のユーザーになってるので、このバグに触れないと。いうことで何もしなくてもうまくいくということがあるんですが、これすごい苦労しました。オープンソースのいいとこですね。もう上から下へずーっと読み出しをたどってって、どこで起きてるか、調べて、あ、トークナイザーだ、T5 だって、私が自分で自力で見つけました。で、対策どうやるかというと、これはキャッシュファイルを作るところで、キャッシュのパス名の中に、このユーザーの誰々っていうところに日本語を含んではいけないので、キャッシュのディレクトリって呼び出し側からここに作ってねって指定できるので、そこで違うディレクトリに振り返って、そこで日本語を含まないパス名を指定してやれば、ちゃんと動くようになるので、このバグの回避の仕方は、上位の呼び出しでなんとかなることが分かりました。ここ重要。あとは、インストールの仕方ですね。それで、ここからが実際に使ってみた結果です。まず、小手調べで先ほどの勉強する女子高生。英訳だと、ハイスクールガール、スタディングと。で、これを英語で誰に入れて結果を比べてみました。こんなことやってます。そうすると、リンナ4回やって、まあ、こんな風に出てきて、まあ、可愛いですよね。まあちゃんとみんな勉強してるし、それなりの画像が出てきてます。それから、これ、誰に対して日本語で勉強する女子高生って入れたら、拒否されましたね。なんででしょうね。ということは、なんかそれっぽい絵を生成したんだけど、これはいかんと言って。ということは、日本語分かったんでしょうかね。ちょっと変なことが起きました。で、英語にしてやると、こんなのが出ました。これもちょっとびっくりしましたね。だって、ハイスクールガール、スタディングだから、日本人なんて一言も言ってないのに、ハイスクールガールだと日本人っぽいのが出てきちゃう。これ誰に忖度してんだかって思っちゃいましたけど、これ、そうですね。いや、誰だと結構こういうとこね、人っていうと、ちゃんと黒人も白人もね、出てくるとか、そういうふうにバランス取るようにしてるはずなんですけどね、これはなぜかすり抜けて日本人ばっか出てきちゃいますね。本当よね。ハイスクールガール。そういうのができないんだと思ってた、ダリは。はい、ね、看護師っていうと男性も女性も出てくるとかね、そういうとこすごい気を使ってるはずなんですけど、で拡大してよく見ると、まあ、手がなんかちょっと指がくっついちゃったりとか、ちょっと目のまぶた、まつげちょっとおかしいなとか、まあ、ディテールおかしいんですけど、それっぽい絵が出てて、それなりに可愛い。リンナのを出しちゃうと、いい勝負ぐらい可愛いですね。どっちが可愛いかっていうぐらい可愛いですね。うん、だから、期待に対しても忖度してくれるような感じですね。それでお手並み拝見なわけですけど、まあ日本語から学習してるということは、まあ、我々が、まあ、多くの日本人が共有してるであろう典型的な日本の風景みたいな、そういうイメージを描き出すようなことにおいて強みを発揮するんじゃなかろうかと思って、そういうのを重点的に試してみました。例えばこんなんです。祇園のお茶屋で芸者遊びをする僧侶。これなんか、いや、実際してるかどうか知らないですけど、こういうフェイク画像とか作ってネットに流すと結構バズりそうですよね。で、試しにまずはこれ Google で検索してみました。そうすると、さすがに僧侶が芸者遊びしてる画像は1枚も出てきませんでした。僧侶いないじゃないの。そうなんです。これは Google 検索ですからね、そういう画像は、まあ、存在しないということです。だから、生成するからには、ちゃんとない画像をちゃんと意味を取って組んで、自分で生成しないとならないという、そういう例ですね。検索して発見できる画像ではないと。で、芸者さんって顔真っ白白で、髪をね、島田に言うっていうか、高く言って、で、帯もこう後ろにだらーんと長く垂らしてみたいな、こういうのが芸者さんですよね。で、リンナ何出してきたか。僧侶が芸者のコスプレをして遊んでいる。いや、ちょっとそれ芸者遊びって違うんだけどな。なるほど。いやー、これはすごい。意表をつかれました。芸者遊び、芸者になって遊んでる。いやー、障害な解釈の仕方やね。いやー、ちょっとなっていう感じですよね。で、英訳して、ダリで出したら、こんなですね。ちょっと芸者にはなってなくて、おかみさんっていう感じではありますけどね。でも、僧侶となんか、お酒飲んでるかなんかっていう、そういう風景なので、いや、ダリなのに、和風の光景をよく分かってるじゃんって、先ほどのこれなんかインドとか東南アジアのお坊さんですね、このオレンジの手提げみたいな。それに比べると、日本的な光景で、坊さんの着てるものも、なんていうか、これ寒いとかのかな、ね、日本の坊さんになってるし、それは床の間も日本になってるし、いいなと思いました。だからこれなんかまあまあできてると。顔がちょっと崩れてますけどね。手に何持ってんだかよくわかんないです。しかも浮いてるんちゃう？浮いてますわね。なんかね。あと、坊さんの着物の裾ってこんなんじゃないだろう。これ女性の着物の裾だろうとか思ったっていうのはありますけど。ただこれ面白いのはジャパニーズ・ブディスト・モンクっていうのがお坊さんですね。それから人間例えば芸者がちゃんと芸者とって認識、ある程度認識で、ティーハウスに祇園も祇園でなんか通ってるっぽいですねっていうのがありますね。はい、これが今後です。で、次、長藩博打の壺振りの姉御。日本的ですね。これも試しにまず Google 検索したらこんな感じですね。肩をはだけて、これイカサマしないように、袖の中になんか隠したりできないようにはだけてるらしいですけど、これは歴史上そんな事実はなくて、ドラマの演出だそうですね。でもまあ、ようござんすかって、ツボンって入りますって、こう、ドスの効いた声で言うような、シーンですね。これを出してくれるかと。はい、リンナどうでしょう？つぼ振り。つぼを振ってるんですかね。だいぶ違いますね。で、もうちょっと、日本語ですけど、ヤクザの賭博シーン、着物を着た女性の左手につぼを持ち、右手にサイコロを2個持っている、みたいに言い換えたんだけど、何にもしてくれないんで、ちょっとやっぱ違うなという感じですね。で、ダリはどうか。ダリ結構、それっぽいですね。ちょっと、特に右の上なんかちょっとツボを伏せてる感じですね。入りますって感じしますよね。っていうわけで、これはちょっと顔崩れちゃってるんですけど、それっぽいなんか、このドスの効いた感じが出てるので、うん、結構ダリの方が日本文化あるって分かってるじゃんと思いました。次、酔いつぶれて駅のホームのベンチで寝るサラリーマン。これちょっと Google 検索するまでもないあの光景ですね。で、これがリンダなんです。これなんか西洋の人っぽいですね。この足のでかいの。なんか駅も西洋っぽいんで、ちょっと違うなと。で、一方、ダリ、これ、見事な日本の酔いつぶれたサラリーマン、よく日本のことを知ってるじゃん。すごいな。拡大してないか。顔とかちょっと変なんですけど、まあ、あの雰囲気がよく出てるなんで、よく知ってるなと思いました。はい、次。安っぽい居酒屋でビールを飲みながら焼き鳥を食べるサラリーマン仲間。まあ、あの光景ですね。これ、リンナこれなんですけど、まあ、ビール飲んでるんですけど、ちょっとこのひげ面のおっさんは典型的なサラリーマンではないなと思いましたね。仲間っつってんだからちょっと複数人いてほしいなというのもちょっと不満でした。一方、ダリは、これはなんか本当に馴染みのある、よく見る風景ですね。よく捉えてますね、雰囲気を。で、まあ、よく見ると食べてるのが、なんかフライドチキンとかで、なんか焼き鳥になってないぞっていうのがあるんですが、まあ、雰囲気はこうよく捉えてて、うん、何食ってんだろうってなるんですけどね、ビール飲みながら。サラリーマンって普通に英語で分かる英語なんでしたっけ？これはね、サラリーマンって和製英語なんですよ。だから、英語じゃなかったんだけど、まあ、ニューヨーク・タイムズとか、ロサンゼルスなんとかとか、ああいう新聞が面白がって、サラリーマンっていう単語を採用しちゃったんですよね。要するに特に日本のサラリーマンを表す単語として使っちゃったんです。なので、日本初の和製英語なのに、逆に英語に取り込まれて、結構広まってる。ちゃんと理解、それを理解してくれるっていうところですね。そうですね。で、この絵が描けたということは、焼き鳥とか居酒屋みたいなのも、一応理解してくれたということですね。こんな絵とか、こんなのとか。いや、これいかにもって感じの光景ですね。よくわかってますね。次が、サンマの塩焼き。まあ、今の季節、そろそろ出始めてですね。ちなみに、よくパシフィックソーリーっていうんですけど、この単語知ってるネイティブはほとんどいません。なので、サーリーって言われても何のこっちゃかって感じですけど、まあ、正しく予約するとこれが出てくるってことですね。はい、で、これ、かば焼き。なんだろうって感じです。これ、リンナーですね。で、一方、ダリは割といい感じですね。よく見るとちょっと大根おろしのテクスチャーが違うなとか、多少ちょっとサンマじゃないって感じのもあるんで、開きになってるとかあるんですけど、でもなんか雰囲気捉えてますよね。でしかも笹の葉とかね、結構それなりに、ご飯がついてたりして、箸置きとか。はい、あと次は温泉旅館の夕食。これはGoogle 検索するとこんな感じで結構豪華で、こういうふうに小さい皿にいっぱいこう出てくるっていう感じの、まあ、典型的な旅館の夕食ですけど、これがリンナですね。刺身、ちょっと貧相な感じがしますね。まあ、和食という感じは、まあ、こんなふうに出てくるよねという感じはつかめてるなと。ダリは、まあ、ダリもよく見るとこれなんかちょっと変な食べ物っぽいですけど、でも雰囲気は重箱とかね、雰囲気が似てるよね。出てますね。あとこれ温泉旅館の夕食って日本語で入れたのにこんなの出てきちゃって、以前は日本語そうなんですよ。これ、そう、びっくりしましたね。以前は夏のお嬢さんとか入れたら鳥の絵とか出てきて、全然日本語ダメじゃんとか思ってたんですけど、この程度の日本語だとこれ出してきちゃうんで、ちょっと、これがもっと進化したらちょっとリンナピンチじゃないのって。いやー、ちょっと、びっくりしましたね。こんなでした。どんどん進化してるんですか？そうなんですよね。で、やっぱり大量にやってる強みがあるわけですよね。学習データの規模がきっと違うんでしょうね。で、次は日光キスゲが咲き誇る尾瀬の木道。わからんな、日光キスゲ。ユリみたいな黄色い花ですけど、これ Google 検索するとこんなですよ。うん、で、群馬県の日光とちょっと西側に高原なんだけど、沼が湿地がずっとつながってて、で国立公園なんで折って持って帰っちゃったりしていけないし、環境になんていうか環境のこと考えて木道になってるんですね。で、行きと帰りとこう2本の木道がずっと延々続いてて、非常に綺麗な景色です。うん、はい。これ中学の時に行きましたけどね、私は。それでこんななんですが、みんなこれ咲き誇るしかあってなくて、全然尾瀬じゃないし、桜みたいなのも咲き誇る。これ違いますね。尾瀬とか知らないんですね。一方、ダリー。これ尾瀬ですよ、この光景は。ただ、木道がこう上り下りって2本になってたのが、まあ1本。で何やってるっていうとこはちょっと違うかなと思うんですけど、この、ローマ字で「尾瀬」って書いたのがやっぱりちゃんと理解されてるんでしょうね。ボードウォーキング尾瀬で、ニコキスがデイリリーズというそうなんですけど、インフル分すごい尾瀬の雰囲気が出てると思います。非常に良いですね。ボードウォークってボードウォークスとかにしないといけなかったことないですか？あ、そっか、単数形だから。一本で表現されちゃったのか。ああ、それはありえますね。なるほど。ボードウォークスとかなんかやるべきだったんですかね。ちょっと英語として、そういうことですね。単数形で言ったから単数返してきたぞっていう、そういうことですか。私が悪くございました。そうですか。はい。次、大漁旗を掲げて寄港する漁船。これ、フィッシングボート、リターニングポート、ウィザー、ビッグキャッチフラッグ、大漁ってビッグキャッチっていうんですね。これ全然自分じゃ思い浮かばなくて、この英語もなかなか完璧でびっくりしましたけど、これが Google 検索、こんな光景ですよ。大漁って旗を掲げて港に帰ってくるっていうのをこう想像してきたんですが、これ、巡視船みたいな、この、掲げてる旗みたいな、何？しかも旗がなんやねん。そうそうそう、警告してる旗だから、何のための旗だから、こんなの掲げるんかなっていう、ちょっと今ですね。ダリーは、まあまあ、それなりにいい感じになってますね。右上なんか、それ大漁旗っぽいですし、上りみたいになってね。まあまあ、そんな感じの出てます。次、コミケ帰りでオタク男子。まあこれは検索するまでもなく大体わかります。あと、想像してたのはまずアニメ、漫画の T シャツを着て、で帰りだから戦果としてこの両手に紙袋を持って、その買った同時誌がぎっしり入った紙袋を両手にぶら下がって持ってるみたいな感じを想像してたわけですが、これ、まあ、オタクっぽいっすよ。顔がなんかどうかなっちゃってますけど、手ぶらなのが不満です。この T シャツ着てるのは割とオタクっぽいですよ、この漫画の T シャツは。雰囲気出てる。で、これ、オタクボーイ、on his way back from コミケ。コミケって書いてあるんだけど、大体海外のオタクですね。特に左上なんかこう、フランスに行くとこういうオタクいますよと。これ、やっぱり買った同人誌ですけど、やっぱり海外のコミケみたいなのは、なんか画集みたいなバカでかい同人誌、豪華本みたいな同人誌売ってるので、結構典型的ではありますけど、海外のオタクですね。ちょっと顔が崩れちゃって残念ですけど、この半ズボン入ってて、なんかこういうの、いますよ。フランスのジャパンエキスポとか行くと、こんなですよ。コスプレイヤーの写真を撮るカメコ。カメコってカメラ小僧の略で、これじゃないですけど。カメコ分かってくれるかなと思ってこうやってみた。で、これ、いや、カメじゃないですけどって、カメコってそうじゃん。ああ、そうか。日本語で出てたんですね、これはね。そうです。コスプレの写真を撮るカメコって言ったら、いやーってカメが出てきちゃいましたね。で、一方、ダリーは、これですよ。これまさにコミケでよく見る光景。こんな感じですよ。一眼レフ持って、特に、左下とか右下とか、こういう光景が、コミケでよく展開されてます。というか、私もよくやってましたというか、みたいな。これ、カメコで、ままですよね。そうですね。つまり誰が、カメコンがちゃんと理解できたということですね。できてるんですよ。そう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 。いやいや、できてなくてもこの絵出そうな気がしますけどね。あ、政権不当ですかね。あ、そっか。いやでも。残りの部分で。うん、まあ、確かにコスプレの写真を撮ってるって人って言ったら、まあ、そうなるかもしれないですね。うん。こんなですよ。こんなとか。いや、本当にありがちで、そうそうそうって感じですね。こんなとか。で、まあ、こんな感じなんですけど、あと、プロンプトの与え方によって変な絵出てきたりしないかと。で、亀井静香ちゃんの入浴。何ですかなんで亀井静香いやいやいや、ドラえもんで静香ちゃんの入浴だったからは、こうしたらどうなるかなと思ったんですけど、まあ、こんなんです。でもまあ、このぐらいで、すごくかなり頑張ったんですけど、いけない画像は出てこなかったということですね。で、大体、全体見ると、ちょっとね、一応日本語に対してそれなりの画像を返してくるんだけど、でも英訳して誰に与えた方がいい絵が出てくるっていうケースがやけに多かった。ダントツ多かった。なので、だけどこれはまあ、方法は多分ほとんど同じ方法を使ってるはずなので、学習データのでかさの問題でしょうね。やっぱり学習には計算量相当必要なんで、でかいマシンを入れて、持ってて、でかいデータを入れてこそできるっていうことなので、やっぱりベンチャーだとちょっと苦しいのかなと。なので、まあ、せっかく日本化したんだから、その良さを出してくるには、日本に特徴的な画像をどんどん大量に学習させると良いのではないかということで、ちょっと今のところは残念な結果になっちゃいましたけど、ただ、これはなんというか、私は、そんなに否定的じゃなくて、結構期待してるというか、やっぱ今の段階だとやっぱりでかいマシンを用意して、でかいデータを食わせて、バーっと計算したみたいな、そのでかいもの勝ちみたいになっちゃってますけど、なんかこう、10よく5を制すみたいなことになってたらいいのになと思ってるので、これからなんか改善を図ることで、もっと良くなって強みを発揮できたらいいなというのはすごく期待してるんですけどねということでした。なんか普通のステーブルディフュージョンと比較してほしかったような感じもしますけど、ね、かなりやったんですけど、結局全体的に誰に比べてステーブルディフュージョンの方が劣ってたんですよ。だからちょっと載せるまでもないかなと思ってやめてたんですけど。違いはあったんですか、その日本語をよく知ってるっていう、こうステーブルディフュージョンとリンナとの違いっていうのは。まあ感覚的には、リンナと、ダリーの間ぐらいがステーブルディフュージョンって感じで、ステーブルディフュージョンも日本語与えると返してきちゃうケースありましたね。温泉旅館の夕食みたいなやつは、やっぱりステーブルディフュージョンもそれなりのもの返してきました。なんか結局あれですかね、学習データの違いみたいな、量の違いみたいな。ってことですね。もうあらゆる言語を一緒くたにして大量に学習してるから、その中に含まれてた日本語でなんとかなっちゃったっていうことなんですね。でもまあ知らない単語が出てくると全くとんちんかな画像を出してきたりもするので、まあ、まだまだなんですけどね。たまに、これ分かっちゃうのっていうのが出てきてびっくりしたっていうことですけどね。あ、そうか。前回お話ししたね、ディープマインドのスパローはね、知らないときは知らないふりはしないように。えらいですね。GPT-3 の知ったかぶりのお調子者は。あれは困りますよ。だって生地物知りだから百科事典みたいに使えるのかなと思って、ついつい信用しちゃいますからね。あれ問題だと思ってたけど、さすがですね。絵に関しては出してくれた方がいいんじゃないですか、知らなくても、それなりに。芸者のコスプレする坊さんですかまあ面白いですけどね。さっきの何でしたっけ、カメコ。分かってない可能性あると思います。そうか、分かってなくても、そうですね、こんなもんかなって出してきたのが当たることもあるので、そうですね。まあ、そんなところですか。はい。